お元気ですか？ボクシュミです。今回は 2021BBM ベースボールカード中日ドラゴンズヒストリーの開封動画、パート2でございます。これ、ね、前回ねパート1でもやってるますのでね、まあ、詳しい説明は割愛とさせていただきますが、前編後編に分けてやっていきたいと思います。15パックなので前編は8パック、後編は7パックやっていきたいと思います。まずは前編の8パックやっていきたいと思います。まずは前編の8パックやっていきたいと思います。まずは1パック目でございます。河合雄大投手でございます。福田信正内野手でございます。谷木恭平外野手でございます。球団の歴史、中日球団発足した時のカードでございます。で、権藤博史投手でございます。かつてね横浜の監督もね務められておりました。で、2パック目でございます。井上博明外野手でございます。小松達夫投手でございます。藤波幸男外野手でございます。佐田岡慎治内野手でございます。新宅博士捕手でございます。3袋目でございます。で、立浪克義内野手でございます。現在はね監督なさっておられます。今中慎二投手でございます。これは堂上寺志投手でございます。岡本慎也投手でございます。中村武史捕手でございます。4袋目でございます。浅尾拓也投手でございます。今中慎二投手でございます。こちらドリームですね、ドリームカードでございます。大島洋平外野手のこちら120枚限定カードとなっております。はい、120分のこれは76となっております。はい、続けていきます。大野雄大投手でございます。で、宮古雄二郎投手でございます。5袋目でございます。川上健進投手でございます。川上誠二内野手でございます。力士サインカードね出ました。彦の栃勝外野手のこれ直筆サインカードでございます。で、こちらがですね90分の12となっております。結構懐かしい選手の直筆サインカードでございます。はい、坂東英二投手でございます。で、野口茂樹投手でございます。はい、6袋目でございます。星野千一投手でございます。小松原隆投手でございます。で、こちらがですね矢沢健一内野手のカードでございます。で、佐藤秀樹投手でございます。高橋明文投手でございます。
はい、7袋目でございます。中尾孝義保守でございます。杉下茂投手でございます。松本幸貫投手でございます。二村徹内野手でございます。野口茂樹投手でございます。で最後の8袋目でございます。ダヤンビシエド内野手でございます。和田和弘内野手でございます。山崎武史外野手でございます。柳裕也投手でございます。で最後に秀則外野手でございます。はい、以上で 2021BPM ベースボールカード中日ドラゴンズヒストリーの開封動画8パック終わりたいと思います。前編に、ね、出てしまいましたけどね、彦野選手、元選手ですよね、直筆サインカード、これなかなかね良かったんじゃないかなと思います。直筆サインカードは出てしまいましたが、後編の7パックやっていきたいと思いますので、よかったら見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。